はい、おはようございます。ただいま私はですね、北海道上川郡ですかね。上川町と、滝の上町の境にございます浮島湿原に到着いたしました。はい、で、国道からですね、このように砂利道を3キロほど通ってきたんですが、入り口の方はですね、割と大きめな砂利で、ちょっと走りづらかったですね。じゃあ早速行ってみたいと思います。はい、浮島湿原憩いの森、現在地がこちらで約1.6キロですね。歩くと着くそうですね。この湿原は面積約22ヘクタールで、大小合わせて約70の沼が点在しますと。そのいくつかに浮島があるようでございます。エゾアカマツを主とする亜熱帯林。湿原部にはエゾヒツジグサなど水生植物、モウセンゴケなど、湿生植物、チングルマなどの高山植物がありますと。典型的な高層湿原といった模様でございますと。遊歩道が整備されているようなので、そこを歩いていきたいなと思います。じゃあ早速行ってみましょう。よいしょと。靴はいいものを履いた方がいいみたいですね。また今日も運動靴で来てしまいました。このように、ね、穴が開いてますね。まあでも歩きやすいとこ行ってみましょう。はい、かれこれ、26分ほどカメラ回してますが、やっと浮島湿原に到着いたしました。はい、ここからね、入っていきたいなと思います。一旦止めます。はい、水芭蕉が大きく成長してます。はい、こちらが湿原の入り口になりますね。やはり背の低い松の木ですか。咲いてますね。なってるっていうんですか。あ、湿地帯が見えてきました。はい、松山湿原とは違いまして、周辺に高い山がございます。赤い実がなってます。
花もちょっと咲いてるのかな。向こうの方に山が見えます。なんかね、動物の足跡がたくさんあります。鹿でしょうか。あ、ここの沼に水柱を咲いてる。こういう大小さまざまな沼が70箇所でしたっけ、点在するようです。
はい、こちら沼に2つ浮いてますね。これがね、多分浮島だと思うんですよ。風の影響を受けて動くんですよね。今日は真ん中にあるのかな。浮島と思われます。あ、ここ大丈夫かな。これもいけるんだ。行ってみよう。わあ、ここも開けてますね。笹やぶを研ぎ分けて、この赤い実がなってますね。で、ここに花が咲いてますよ。綺麗な花。わあ、また開けてきた。から行くかな。この案内の看板あるとこから行ってみますか。はい、現在地が北の沼というところなんですね。南沼もあるんだ。行ってみるか。ここが北の沼です。
ここ大きいな、この沼、北の沼ですか。北大沼でした。失礼しました。はい、この先は行けないみたいですね。一旦止めます。はい、一旦止めたんですけど、北大沼に、おそらくこちら浮島ですね。寄せます。これ。で、風がですね、南からそよいでますので、この岸の方まで寄ってると思うんですよね。これが浮島だと思われます。はい、この左側が日陰になって暗くてですね、右側が日が当たって明るくなってます。こういう絵いかがでしたろう。で、この沼にも名前がついていまして、はい、中野沼でございます。はい、ここ森の沼の近くなんですが、ここね、遊歩道行き止まりになってるんですよ。で、どうですかね、この草原のように見えるんですが、あの木がですね、すごく背丈低いですよね。カメラ置きます。見えるかな？こんな感じになってんですよ。どうですかね、この絵。幻想的ですよね。少し動かしますね。木が低いの分かりますかね？こんな感じ。いいですね。はい、ここが大沼です。